こんにちは、平山茂です。今日は8月15日ですね、日曜日、現在時刻は夕方6時を回りました。仕事も終わりまして、今日はですね、1ミリたりとも汗をかいてないということで、ちょっとね、仕事終わりに走ろうかな。さあ、本日お仕事だったという方はね、本当にお疲れ様でございます。お疲れ様でございます。よし、さあちょっと走ってみましょうか。あ、ブレますか？ブレブレですか？これは。あ、ブレブレですか？運動不足なんでね、たまには走らないと。ブレブレですかね、これ。もう蚊に刺された。よし、やめよう、もうやめよう。いや、お盆休みはいつまでですか？ちょっとね、僕もあまり詳しくないんですけど、まあ明日から仕事という方もね、いらっしゃるでしょうし、明日はまだ休みという方もね、いると思うんですけど、まあね、もし明日お仕事という方はちょっとね、頑張りましょう。お互い頑張りましょう、本当にね。やっと雨も止みましたのでね。いや、ちょっとお知らせでございます。今日この動画を上げた後にですね、ちょっと2本ほど動画をさらに上げます。どんな動画かと申しますと、ちょっとね、ずっと大雨が最近続いてたので、綺麗なね、晴れてるいい景色が見たいんじゃないかなと、まあ勝手に私が思ったんですけども、それでですね、霧ヶ峰の登山に行った時の360度動画っていうのがあるんですけど、そちらのですね、本当に何も編集してない1分ぐらいの動画を2本上げるんですが、その動画はですね、ポチッと押すとカメラの向けた方にこう、実際にね、360度向けた方にこう動かせるというような、動画になっております。もしね、お家にVR とかもしあるよっていう方は、VR で見ていただくと、よりこうなんか霧ヶ峰をね、感じていただけるんじゃないかなと思います。はい、なんで、まあもしよかったら気分転換にでもいいんじゃないかなと思いまして、ちょっと霧ヶ峰の多少なりともね、ちょっとお出かけできなかった方、そんな方にね、ちょっと霧ヶ峰を味わっていただけたら嬉しいなと思いますので、この動画を見た後ですね、ぜひぜひご覧ください。ということで、今日はちょっと中途半端なジョギングになりましたけど、もうしっかり汗かいたので今日は帰りたいと思います。ということで、また明日ですね、また明日お会いしましょう。今日もご視聴ありがとうございました、本当に。ということで、おやすみなさい。平山茂でございました。ちょっと待ってよ、ちょ待ってよ、おいちょ待って、ちょ待ってって、待ってよ、おいちょっと待って、おいちょ待ってよ、待ってよ、ちょ待ってよ、おい、どこ行くんだよ、走れ、止まれよ、止まれ止まれ止まれ、ちょっと待て、ちょ待ってって、ああ止まった、なんだよ、なんで走ったんだよ急に。